プロクロロコックス族の着色操作型電子、顕微鏡像。細胞は非常に小さい。幻覚緑層は、クロロフィル B を持つ得意な乱層のことである。単細胞性のプロクロロン族とプロクロロコックス族、四上性のプロクロロトリックス族の3族が知られている。この3族は、生態的にも大きく異なるが、このうちプロクロロコックス族は、ピコプランクトンとして、 概要で優先しており、地球上で最も個体数が多い生物とも言われる。幻覚緑層は、その光合成色素素性から、発見当初は卵層とは異なる幻覚層類群であるとして、幻覚緑色植物門に分類され、また同じクロロフィル B を持つことから、緑色植物の葉緑体の起源となったのではないかとも考えられていた。しかしその後の研究から、 幻覚緑層の山族は、系統的には、卵巣の中に含まれること、この山族は互いに禁煙ではないこと、そして、緑色植物の葉緑体とは、系統的に無関係であることが明らかとなった。つまり、幻覚緑層は、独立した生物群ではなく、現在では特殊な卵巣であると考えられている。そのため、幻覚緑層という名は、 分類群名として扱われることはないが、一般名としてはしばしば用いられる。また、幻覚生物としては、オキシクロロバクテリアやクロロキシバクテリアと呼ばれることも、ある。プロクロロコックス属の着色等化型電子、顕微鏡像。重なったチラコイド膜が、同心炎上に配置している。幻覚緑層は単細胞性、または、無分子単で子状情である。 プロクロロン族は比較的大きく直径25メートルに達する。一方でプロクロロコックス族は直径1メートル以下のピコプランクトン性。プロクロロトリックス族は細長い細胞がつながった糸状態である。プロクロロトリックス族細胞構造は基本的に他の卵巣と同様である。ただしチラコイド上にはフィコビリソームが存在せず複数のチラコイドが重なって ラメラを形成している点で一般的な卵巣と異なる。プロクロロン属ではチラコイドの一部が膨潤して大きな液泡状の構造を形成していることがある。プロクロロトリックス属はガスホを持つ。プロクロロン属やプロクロロトリックス属はクロロフィル A とクロロフィル B を持つ。クロロフィル A、B 比は一般的な緑色植物に比べて高い。一方、 プロクロロコックス属は、クロロフィル A、B を書き、ジビニルクロロフィル A、B を持つ。クロロフィル A を書くという点で、酸素発生型光合成生物の中で得意な存在である。また、幻覚緑層は、クロロフィル C 類似色素であるジビニルプロトクロロフィルドを持つことがある。幻覚緑層の中で、プロクロロン属とプロクロロトリックス属は、 緑色植物のクロロフィル B 合成酵素と相当な酵素を持っている。しかしプロクロロコックス属はこれを持たない。また、幻覚緑層におけるクロロフィル A、B 結合タンパク質は緑色植物のそれとは異なるものであることが示されている。幻覚緑層はフィコビリンタンパク質を持たないという点でも卵層の中では得意な存在である。そのためチラコイド上に フィコビリソームは存在せず、おそらくそのため一般的な卵巣と異なり、チラコイドが重なって、ラメラを形成する。ただしプロクロロコッカス属の一部で、微量のフィコエリスリンが報告されている。カロテノイドとしては、ゼアキサンチンが存在し、それに加えて、プロクロロン属やプロクロロトリックス属は、ベータ、カロテン、プロクロロコックス属は、アルファーカロテンを持つ。 プロクロロン属やプロクロロトリックス属のルビスコは一般的な卵巣や緑色植物と同じフォーム IB であるがプロクロロコックス属は一部の卵巣と同様にやや特殊なルビスコを持つ。プロクロロコックス属のようにフォーム IA のルビスコを持つ卵巣はアルファシアノバクテリアと呼ばれ卵巣の中で一つの系統群を構成していることが知られている。ジャツボーボやなには プロクロロンが共生している。熱帯太平洋におけるピコプランクトンの深度分布、赤イコールプロクロロコックス属、緑イコールシネココックス属、チャイコール深角ピコプランクトン。幻覚緑層の三属は、生態的にそれぞれ異なる特徴を示す。プロクロロン属は、熱帯から熱帯域の軍隊性ホヤの体内に、細胞外共生している。 2019年現在培養は不可能であり、また自由生活性のプロクロロン族は見つかっていない。得意なクロロフィルを持つ別の卵巣であるアカリオクロリス族も最初は軍隊ホヤから見つかったが培養可能であり、自由生活性のものものも見つかっている。プロクロロトリックス族はプランクトン性であり、ヨーロッパ北部の不栄養淡水、または寄水域から見つかっている。 プロクロロコックス属は、禁煙な卵巣であるシネココックス属と共に品、栄養域の海洋に大量に生育しているピコプランクトンであり、このような環境における最も重要な生産者となっている。細胞密度は時に100万細胞をミリリットル以上に達することがあり、地球上で最も個体数が多い生物であるとも言われる。このような環境では、 光が強い水面付近から照度が水面の0.1%ほどしかない水深までプロクロロコックス属が生育しており、この中で遺伝的に異なる系統のものが住み分けていることが知られている。表層に生育する強光型は DVCHLA-B 比が高く、深層に生育する弱、光型では DVCHLA-B 比が低い。 このように大量に生育するプロクロロコックス属はシネココックス属とともに海洋の一時生産の約25%を担っていると考えられている。幻覚緑藻の中で最初に報告されたのはプロクロロン属であり幻覚生物でありながら緑色植物と同じクロロフィル B を持つことから注目された。藻類は一般的に分類群ごとに異なる光、 合成式素素性を持つことが知られていたため、卵巣に続く2番目の幻覚層類群であると考えられ、独立の門、幻覚緑色植物門とすることが提唱された。また、クロロフィル B の存在という共通性から、幻覚緑層は、強制によって、緑色植物の葉緑体になったとも考えられた。その後、プロクロロトリックス属とプロクロロコックス属が発見され、 幻覚緑層には山賊が知られるようになった。分子系統学的研究が盛んになると蒸気のような仮説は否定されることとなった。分子系統学的研究からは幻覚緑層の山賊はいずれも系統的に卵層の中に含まれ、さらにこの山賊は卵層の中でお互いに等縁であることが示された。またいずれの幻覚緑層においても、 緑色植物の葉緑体との禁煙性は示されておらず、緑色植物の葉緑体が幻覚緑層との共生に起因するとの仮説は指示されない。現在では幻覚緑層は特殊化した卵層であると考えられている。一般的にクロロフィル B の獲得は山族の間で独立に起こった現象であると考えられている。卵層の共通祖先がクロ,ロフィル B を持っており、 その結出が様々な系統で起こったとする考えもあるが、その場合は極めて多数の二次的な結出を想定しなければならない。以上のようなことが明らかとなり、現在では幻覚緑層が独立の生物群として扱われることはなくなり、すべての幻覚緑層は卵層に分類されるようになった。シアノバクテリアモンの中で幻覚緑層の産族を 同一の分類群にまとめることもあるが、蒸気のようにこの三族は互いに禁煙ではなく、この分類は適当ではない。ただし、卵巣の中の分類体系は未だ暫定的である。一例として、ブードルカウフは、幻覚緑層三族を、一家のように分類している。また、プロクロロコックス族は、蒸気のような生理生態的な多様性を示し、また遺伝的にも、大きな多様性を持つ。 2019年現在、このような遺伝的多様性に基づいて、プロクロロコックス属を、プリクロレコカス、ユリックリアム、プリリフィコカス、トゥーマッカーカスなど、複数の属に分けることが提唱されている。ありがとうございます。